皆さんこんにちは、片瀬もなです。連続投稿3日目になりました。今日もですね、皆様にお知らせがあって動画を撮っております。もう一昨日昨日とちょっとうるさいぐらい言い続けてますが、私ニーモザムービー主題歌歌姫オーディションに参加しております。イエーイ。そして三次予選にね、三次予選まで来たんですが、三次予選は、一般審査というのがありまして、皆様に協力いただきたいく思っております。その前にですね、今日見てほしい動画ですね、この DIMO のサイト、まあ、概要欄にも貼ってあるんですけど、サイトから一般審査開催に飛んでいただくと動画が見れるんですけども、レッスン風景映像というのも公開されてます。このレッスンはネット上で、まあ、今大変だったの、自粛中だったのでネット上でね、こうレッスンをしたんですけども、ちょっと私のね、このスマホでやったんですけど、スマホがねアップデートするのを忘れてまして、なかなかズームに入れず、めちゃめちゃ時間を取ってしまうという、出来事がありました。そしてやばい、このままじゃレッスン受けれないと思って汗だくになりながらレッスンを受けたという思い出があります。レッスンダメダメだったので気合を入れて、三次予選に向けて練習を頑張りました。レッスン風景もぜひ見てもらえると嬉しいです。一般審査の投票期間は6月15日0時00分から6月16日11時59分までです。投票まであと1日ということで、詳細はまあ概要欄にいろいろ貼ってありますので見てみてください。今日も私のおすすめの歌ってみた方法この後流したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあねー。世界をどれだけ